で、自分はそうやって会社経営とかする前に、やっぱり自分の発言が、過激というか、そういう感じで、天から見放されたみたいな感じで、まあ、ちょっと邪魔みたいなのも、ね、親戚の内堀、稲川会の会長の親戚、内堀和也にも、と親戚でも、なんかちょっと邪魔されるみたいな感じね。みたいな。そういうのもあって、まあ、鍛えられてるっていうかね。うちの母、自分の母親も なんか、その突っ跳ねることで、自分に頼らないみたいな、出家するみたいなのを、まあ、やってるみたいな。だけど、それね、昨日やっぱりね、昨日とちょっと考えてたんですけど、この今回の旅行とかでも、もうその突っ跳ねるは突っ跳ねるは、そうやってなんか敵視するとか殺すみたいな、そういう感じで来なくても、ね、普通に説得っていうかさ、いや、ね、家の、ね、ことで、その、ね、宗教を、そのダビデも、ね、ダビデも要は出家してるわけですよね。それでユダヤ教を建てて、で、ユダヤ、ね、ダビデの子孫のアブラハムと、ね、キリストとモハメッドね、それはイスラム教と、ね、アブラハムとモハメッドはイスラム教、で、キリストはキリスト教みたいなね。で、そのダビデの一族なんですが、ユダヤ教の兄弟みたいな。で、まさに兄弟なんですよね。兄弟みたいな感じじゃないですか。その孫ひ孫みたいな感じじゃないですか。一族で、みたいな。その末裔みたいなね。で、出家してるから、釈迦もそれでね、クマラの方で。で、出家してるから、釈迦も、みんな出家して新しい宗教を立ち上げてるわけじゃないですか。ね。まあ、そこは言わなくてもいいから、言わなくても、あなたは、ね、私と一緒にいたら大成しないから、ね、自分の母親はですよ。自分に対して、敵視したり、なんかそのわざとぶっ飛ばさせるみたいな、挑発するとか、そういうこととか、お金を奪うとか、そういうのとかいらないじゃないですか。出家とかそうもないでしょ、みたいな。そんなね、みたいな。で、そんな仕打ちみたいな、嫌がらせみたいなのをする必要がないし、サビン先生さん、晴れてほしいです。でも、ね、説得して、なんか、あなたはこう大成しないから、私のことは一切頼らないでね、と。ね。そうするとあなたは大切しないと思うから、ね、家を出てくださいみたいな感じで、普通に説得すればいいじゃないですか。ね、伝えて。それ